今日は社長どこにいるんですか？海外ですか？まだ社長はタイっすね。はい、タイに。いつもなんか聞くと違う場所にいるんですよ。この前ドバイ行った。そうなんですよ。しかも、うん、ツイッターで知るんですよ僕らは。今どこいんだろうってツイッターのインスタのストーリー見て、あドバイか。あるそんな。そう、僕らは ね完璧把握してますから小池さんって。そう、昔のさ芸人さんってそうや、なんかチケットピアとか見て、あ俺らここに出るんだみたいな知るみたいな。あマジでそんな感じですね。じゃあ俺 なんで次ほうれん草もなってない。え、例えば最近だと妹オーディションがね、はい、中止になったりとか、はい、中止になりました。あれもやらせてほんまに、じゃあパッと思いついてパッてって反対されてるってこと？え、そうっすよ。あの件とかもちょっとブチギレてたんですから、マジで。え、相談なかった？妹オーディションするっていう話はもちろん知ってたんですけど、はい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 、言うタイミングとかはそのうまい具合のタイミングに、ようねだったんですよ。なるほどなるほど、うん、それでグループラインで明日妹オーディションの告知するわ、うん、みたいなのが書いてあってするんだと思うと思って、もう動画もできてるんですよ。この動画もあげるよみたいな。なるほどなるほど、うん、それはもう報告というよりはそれはもうなんか相談とかではない。いやだってアーティスト活動専念するためにも YouTube やめるとも言ってたよね。そうなんですよ。だからマジでやっぱ去年止めといてよかったなと思って、ほらやっぱ今年やりたい。もうやりたい。まだ2月なんで、もう YouTube やりたくて仕方ない。もう重大発表が、聞いたことない。アーティストが重大発表今月ブレイキングダウン超えるとか聞いたことない。どのアーティストもそんなこと言わない。ほらと思って。メンバーにとってもサプライズなんすね。あそうですね。あの僕ら魔界のライブとかさせてもらったんですけど。ああやってましたね。なんかその決まったの知ったのが、うん、お母さんから電話かかってきて、はあんた幕張やるのって言われて、え俺幕張やるんだ。あ、ありがとうとか言ってなんか、別にこいつ何もしてないのに、俺のお母さん、あ、なんかありがとうねって言って、こいつ何で俺ありがとうとか言ったっちゃう。なるほど。え、それこそ前、ドームが決まった時とは、まあ、セールとかダメになっちゃったかもしれないですけど、はいはいはい、事前になんか報告の動画とか撮ってたじゃないですか。はいはい。ああいう感じじゃないですか、今は。いや、あれは本当、一度だけです。あの、あの一度だけです。あ、そうなんだ。はい、ドーム報告動画の一度だけちゃんと事前にもらったのは、うん、なるほどね。でもあの一度だけを動画にすることによっていつもやってるように見えるじゃないですか。うわクソ悪っ。あいつ頭いいんですよ。え、めっちゃ頭いいっすよね。小賢しいんですよ、あいつは。ほんと小賢しいやつなんですよ。めっちゃメンバー大事にしてメンバーと相談していつも決めてるみたいな、はい、嘘つきっすから。最近ちょっと言うようになったぐらい。やば。いや、ほんとやばい。だって俺たちの学校とか仕事とか全部辞めさせたくせに、あいつ駒沢6年行ったんですから。何やつ、そもそもそういうやつですか。俺らはもう大学だの専門学校だの仕事だの全部辞めさせたのに、お前俺についてくるなら学校とか辞めた方がいい。バカでしょ。高校も留年して4年しっかり行って、高校と大学だけで10年行くやついますよ。でもすごい信用してついていった回はありましたよね。でもね、仕方ないっすよね、消去法みたいな。いや、そのついていけるのがすごいわ、それで。だってあんま責任ないじゃないですか。うんうん。社長のせいにできるし。なるほど。別に何があってもね、うん、俺の人生失敗しても社長のせいにできる。ほら、ああ社長がうまくやらんかったけんって。なるほど。あんま責任とか嫌いなんですね。レペゼンどこ目指してるんですか今。なんかまあ一応社長は世界一になりたいって、うん、まあ言ってますよねずっと。仕方ないから世界一になってあげる。あれはもう本心なんだ。まあ、はい、ああいうやつですかね。なるほどな。世界一って言ってるものずっと最初からずっと言ってますよ。ドームやるって言ってた時はきついちょっと言ったの。いやすごいよね。でもちゃんとなってってんのはすごいんですか。普通の人無理でしょ、幕張埋めるとか。確かに。僕のレベルでやっと絶風埋められたぐらいなんで。いやめちゃくちゃすごいじゃない。ゼップネット相当やばいっすよ。それもすごいことだと思うんですけど、はい、勢いがやっぱあるから。いや僕らはもうなんかどっちかってなんか埋めちゃったんになっちゃうんだよ。いや埋めちゃった。うわ埋めた、幕張埋めちゃった。どうしよう日本大丈夫かなみたいな。うわみたいな、ドーム埋めちゃった、俺たちなんかにこんだけ人集まっちゃダメだよね。日本の未来が心配だ側なんで。やっぱなるほどなるほど。すげえとかすごくねとか一個前の土俵でしかまだたどり着けてないんで。大丈夫かな、めちゃくちゃ面白い。大丈夫か大丈夫じゃないからね、まだ、うんうん。